みんな、お待たせ。データがクラッシュして宇宙の彼方に消えた。中国最古の王朝、殷王朝動画が帰ってきたぞ。やった。伝承と歴史の狭間、殷王朝の時間が帰ってきた。しかも、復活を果たしてパワーアップしたぜ。なんと、豪華、前後編の2本立てになったのだ。それは制作期間が足りてないだけ。本音と建前が逆なんだよな。さて、現在存在が明らかになっている中で中国最古の王朝とされる殷は、戦国を中心とした統治、神権政治を行い、動物だけでなく、多数の人間をも生贄にして祭祀を行ったという、おどろおどろしい要素も、持ちながら、同時に非常に高度な青銅器製造技術や、今日に至るまで使われ続けている漢字の原型、甲骨文字を突如生み出した、超、文明国でもあったのだぜ。今回はそんな、後世の中国の王朝とは一線を画す特殊性を持ちながら、その遺産を現在にまで残し、東アジアの文明の源流となった殷王朝の、まだ甲骨文字を使用していなかった、もしくは見つかっていない、紀元前1600年頃から、紀元前1300年頃までの、特に謎の多い、王朝の前期、中期について、史記や、築書記年といった文献資料や、考古学的発見を、織り交ぜつつその歴史を語っていくぜ。新発見と新解釈続出する、古代中国王朝時代の幕開け、刮目してご覧くだされ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、ペトリコール人間の提供でお送りします。さて今回も、紀元前1600年頃に成立したとされる、殷王朝、本題について話す前に、どこまで遡っちゃおうかなー。出たな、妖怪遡って話しちゃうまんじゅう、500年遡っちゃおうかなー。千年遡っちゃおうかなー。よし決めた。今回は、間を取って800年戻してやろう。紀元前2000年代、中国新石器時代に戻された。がはは、まずは殷王朝以前の話、中原に形成された、中国初期王朝について語ってしまうぜ。さて中国の文明は、ご覧の地図のように各地に多元的に発展し、そして黄河中、下流域、中原と呼ばれる地域に初めて王朝が誕生した。中原にしか王、の言葉でもおなじみ、古代中国の文明の中心地、あの中原ね、あの中原に初の王朝ができたんだ。そうそう、しかし、どうしてその中原に初期王朝が誕生したのかというと、一説には、ここが中国大陸の東西、南北間の交通上の結節点に、位置し、地域間の交流における発信地、集積地となることができたこと。また紀元前3000年期の後半から紀元前2000年前後にかけての気候変動により各地の探索型の農耕経済が破綻しそれまで発達してきた新石器時代後期の各文化の地域社会が深刻な打撃を受ける一方中原地域は多種の穀物栽培が可能であったことからこの気候変動を乗り越えることができ継続して発展することが可能だったというその結果王朝が誕生するに至った、という説もある。ほえー、中原は文化の交流地だったり農耕経済的に有利だったから、王朝が誕生したんだー、という説もある、といったところだ。さて、こうしてこの中原に誕生した初期王朝というのが、いわゆる、二里島文化の後期に誕生した二里島王朝だ。伝説の花王朝であるともされるこの二里島王朝は、祭祀儀礼で、用いられたとされる青銅製や玉製の礼器、また宮殿跡が見つかるなど、原初的な王権や宮廷儀礼、身分秩序などの礼制が成立していたと推定され、王朝が誕生していたと考えられているのだぜ。そして、あの伝説の花王朝だったのよね。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。どっちやねん。この話は長くなるから、また別の機会にしたいところだが、2022年現在、二里島文化で花王朝を示す考古学的な証拠は見つかっていない。しかしながら、すでに存在が確定している殷王朝の前期の遺跡とみられる、低周章状、や、遠視章状、が年代や位置関係から二里島文化を、引き継いでいる可能性が非常に高いことから、殷に先行する中原の初期王朝である、二里島の王朝こそ殷より前の王朝、花王朝である、と、みなす考えが中国では主流なのだぜ。一方、甲骨文字のような、はっきりとした証拠がないまま、これを文献上でも諸問題を抱える、花王朝とするのには消極的な姿勢をとる研究者も多い。というわけで今回のこの動画では、そのあたりははっきりさせずに進めていく。むむむ、
すっきりしないわねー。何しろ陰の前期、中期は文字資料、甲骨文字さえ、見つかっていない時代だからなー。それ以前の王朝についてのことは、史記、などのこれまで伝わってきた文献をどれだけ信じるのか、という話になってきてしまう。この動画では考古学的な発見と、陰王朝に関する研究者たちの諸説、それに史記、などをつなげて、なんとかかんとか陰王朝の歴史の流れを語っていくので、よくわからないところはよくわからない、ということで一つよろしく頼むぜ。仕方ないなぁ。さて、二里島か。王朝とその文化は河南を中心に広がりを見せたが、この二里島文化は前2100年頃から始まり、前1800年頃または前1600年頃、終焉を迎えたとされる、そして前1600年頃から始まったとされるのが、今回の動画のメイン、陰王朝だ。うおぉ、陰王朝来たぁ。さて一説によると、陰将が王朝を開く前は中原の北におり、この戦勝文化とその担い手が南下し、周囲の諸文化と交流しながら、中原に入り、二里島文化とその担い手が築いた最初の中原王朝に変わり、中原地区で重要な地位を占めるようになったとされる。そしてこの戦勝文化が、陰王朝前期の文化、二里島文化に移行した、と考えられているのだぜ。二里島王朝の二里島文化と、前期陰王朝の二里島文化って、名前がちょっとややこしすぎませんかね。それは仕方がない。さて前期陰王朝、二里島文化の人々は、低州省城、遠州省城を、次々と建設し陰王朝を確立した。そして二里島文化は二里島文化から、初期の礼器としての青銅器や玉器の製作技術や、儀礼で用いる土器などを継承したのだった。こういった統治装置の継承こそ、中国最初期の王朝交代だったのだぜ。王朝交代、諏訪戦乱。この時、式にあるような陰の東王とかの結王による決戦、名城の戦いが実際に行われたのかどうかはよくわからない。今のところ、二里島遺跡の周辺で大きな戦いが起こった痕跡や、二里島の都城が、戦乱で破壊された後も見つかっていない。戦いはなかったってことを、何らかの軍事的衝突はあっただろう。しかし、陰は二里島を徹底的に破壊するようなことはせず、接収したようであり、陰の拠点の造営と同時期にも、二里島では、宮殿の造営や青銅器の生産が続けられていたようなのだ。なるほどねー、陰による王朝交代はまだまだ謎が多いのね。さて、こうして始まる陰王朝について、まずはざっと、特徴について話しておこう。陰の政治形態は最盛一致と言われる神権政治で、重要な事柄を、戦国によって決めていた、ということは有名だよな。本当に戦国によって政治的決断を行っていたのか、それとも、戦国の神的な力を利用して王が統治をしていたのか、このあたりも諸説あるが、とにかく陰陣は戦国を重視し、それは甲骨、亀の甲羅、牛の肩甲骨、を用いた、甲骨戦国を王朝の初期から行っていたことからもわかる、陰王朝初期の都とされる、低州省城でも、このような文字の刻まれていない。甲骨、木工、木骨が見つかっており、熱した時のひびの入り具合で、吉凶を占ったのだぜ。何をもって吉、何をもって凶としたのかは不明。甲骨、陰王朝といえば甲骨文字よねー。だが今回話す陰王朝前中期は、甲骨文字が見つかっていない時代なので、甲骨に関しては以上、さらっと触れて終わりだ。甲骨ファンごめんぜ。甲骨、さて次は陰の宗教の話だ。陰の指導者たちが甲骨で吉凶を問うた神は、甲骨文で帝、上帝、上下帝などと呼ばれていた。それらを至上神として、崇めていた陰の王族は、自分たちについては太陽の末裔であると、考えていたとされる。太陽、割とよくある？しかし陰では、その太陽が10個あったと考えられ、それぞれが実感、公、乙、平、帝、母、貴、公、神、神、鬼の名を冠していたという。太陽がいっぱい、多すぎない。その10個の太陽は日替わりで地上を照らし、一つが沈むと、別の太陽がまた昇ったという、そういう認識を持ち、陰は10日を一つの、順、として区切り、吉凶を占っていたのだ。実感で1セットってのはわかりやすくていいわねー。そしてこの実感は陰の王族の各氏族や、初代の王と王対一、天一を、はじめとする王の名にも用いられていたのだぜ。ということは、陰王朝初代の太一は陰王室の氏族、一族、から出た王だったのね。
そういうことなら単純でわかりやすいんだが、王の名については諸説あり、生まれた日説、死んだ日説、世代や徴用、即位順、死亡順から決まった説、などなど古代から現代まで諸説あって未だ定説はない。俗名にも日にも実感がついてるからいろんな可能性はあるわね。ただ、今霊夢が言った王室内の十子族の名から取った説というのは、単純ながらなかなか良い線言っていて、氏族名や陰王室の系図に注目した説も多いのだぜ。ふふ、やっぱ俗名よね俗名。ただ、これら俗名から王の命名方法を推理するのはなかなか難しく、例えば、王や王妃の実感の偏りから直系王と傍系王に分け、王族内の特殊な婚姻形態で王の名が決まったとする説は、霊夢には理解するのが難しいくらい複雑な説なので、急にディスってきた。今回は割愛する。ただ陰の王室は十子族の中で通婚が行われ、血統の維持が徹底されていた可能性が高いこと、また後世のように父子の関係を意識して、王位が継承されたのではなく、どうも父の世代と子の世代という認識で、王位が継承され、また妻子においても同様に扱われたという。むむむ、何を言ってるのかちょっとよくわからない。つまり、実感を冠した陰の歴代の王の名が、どのように決まったのかは、諸説あってぶっちゃけよくわからない。しかし、陰の王室は、太陽の名を元にした十子族内で王位を回していたであろうことや、父子の関係を重視する後世の中国王朝の王位継承ルールとは、大きく異なった一族の血統を重視するルールがあり、それが王の名付け方にも関係している可能性が高い、ということだ。興味深い、がはは、ぜひ解き明かして歴史に名を残してくれ。さて、このような王の名前の付け方や、王位継承の方法からも、周代以降の中国の文化から見ると、陰王朝がかなり異質な文化を持った王朝だったということがわかるだろう。うんうん、しかし陰は、このように変わった文化の王朝だったというだけでなく、非常に高度な文明を持った王朝でもあったのだ。まず中国で初めて文字を生み出した。これは先ほども触れた通り、陰王朝後期のことなので、後編で集中的に取り上げたい。また、陰王朝といえば、圧倒的な青銅器製造技術だ。北宋の時代にブームを巻き起こしたり、秦の時代にパチモンが作られるなど、精緻で美しい青銅器を作り上げた陰王朝とその文化だが、こちらも、その精巧さが極限にまで高まったのは陰王朝後期のことであり、今画面に表示している、固有、や、公母母帝、も陰後期の青銅器だ。どちらも陰の後期のものか、甲骨文字といい青銅器といい、やっぱり陰は後期、隠居に都を置いた時代が全盛期なのね。違うな、間違っているぞ。はぁ、陰王朝の全盛期は前期、二里後期なのだ。でも今、甲骨文字もすげえ青銅器も後期だって言ったじゃない。しかし、陰王朝が古代中国の交易にその文化を一気に拡散させ、各地に数々の植民都市を築いたのは、陰王朝の前期のことだったのだぜ。ここからはいよいよ陰の歴史について語っていく。まずは史書には語られず、考古学的発見から明らかになった、陰前期の青銅器文化の拡散と、王朝の勢力範囲の拡大について、語っていくぜ。さて陰王朝前期、二里香文化期の時の都は、1950年に発見された、鄭州商城遺跡だったとされ、ここが文献上の東欧の都、白、だったとされる。これと同時期に存在していた陰の大規模な拠点が、こちら、遠子商城遺跡、だ。こちらは二里島王朝の中心地、二里島から、東に6キロしか離れていないため、二里島への備えとして築かれた、軍事拠点だったと考えられている。また、後で述べるが東欧の補佐をした、明西省委員と関係のある拠点だったとする説もあるのだぜ。うおう、やっと王以外の有名人が出てきた。だが陰は一旦回収し、うわぁ陰。この時期の陰文化の広がりを見ていこう。陰の優れた青銅器文化は、陰前期の二里香文化期に行く中心地の鄭州商城白から、後の州の拠点となる漢中盆地、後のその勢力範囲となる甲漢地区、さらには東区四川盆地にまで拡散していった。また、陰は植民都市とされる比較的大規模な拠点、万有城を、長江中流域に築き、銅資源の確保に努めたという。この陰の南への進出は、長江を越え、その南岸や関水東岸地区など、中小の集落も含めると、かなりの広範囲にわたって行われた。
院はこのように長江中流域に拠点を置くと、在地集団と交渉して、銅資源を確保したり、現地に青銅器鋳造技術を伝えたりした。このような交渉の中で、当時の長江以南で盛んに作られていた、海遊島という先進的な焼き物は、院の都までもたらされていたのだぜ。ほえー、院王朝は南方と積極的に交流を持っていたのねー。さて、このようなかなりの規模の二里高機の院の拠点集落は、長江中流域の万有城の他にも、現在の山西省延局の延局省城遺跡、山西省下県の東華風遺跡、河南省小作の浮上遺跡など数多く見つかっており、これらの遺跡はいずれも院前期の二里高機に繁栄したのだぜ。そしてこれらの集落拠点は、いずれも一辺数百メートル規模の半築城郭を持つ、という共通点に加え、二里高機の終わりに院の中心都市だった、低州省城、遠州省城の廃絶とともに衰退していった、という点も共通している。ああ、二里高機は前線600年から前線400年前後の期間とされ、建国から200年ほどは、このような院の植民都市あるいは軍事拠点は、機能し繁栄していたようだが、中央政権が動揺し、初期の都が、放棄されるに至り、これらも廃絶されることとなったようだ。これが考古学的に見た院王朝前期の繁栄と衰退。一体、院王朝に何があったのかしら？わからない。ただ中央政権の動揺とともにこれらの拠点も、崩壊していったということから、その地に根を下ろした社会基盤を、持たない拠点だったのだろうと考えられ、青州期に見られる、在地勢力と結びついた諸侯国の存在とは対照的とされているのだぜ。ああ、院を滅ぼした州、青州は各地に諸侯を封建し、その土地ごとに、国ができていき、それらの国々が春秋時代の諸侯国になったものね。そうだ。さてここからは、今話してきた院王朝の前期、二里高機について、史記や築書記年、などの文献を参照しつつ、その歴史を見ていこう。史記の芝線は意味わかるんだけど、何この人を。築書記年じゃねえか、7秒も尺を取ってやることかー。さて、院王朝の初代の王、東王は都を白の地に置いたとされるが、その白は、河南省鄭州で見つかった遺跡、鄭州省城である、という説が有力であり、ここからその認識で話を進めていく。院王朝の開祖、東王、天一、甲骨文では太一、東は、甲骨文に祭祀の対象として、王朝創始者の立場で名前が出てきており、実在した人物であることは間違いない。うほう、この人が中国で最も古い実在した人物か。そう、史記によれば彼が白を都とし、そこから出てか王朝を討ち、また白に戻ったとされる、その白と見られる鄭州省城は、一辺 2km に近い広大な土壌で、内部からは大規模な建築跡も、見つかっているのだぜ。ほわー、でっかい都だったのねー。それに、近年さらに外城の城壁も見つかってるんだよなー。もっとでっかくなるんだー。夢が広がるなー。さて、初代院王東王は、史記によると、院王朝を開く前から、非常に徳のある人物だったとされる。ある時、野原で四面に網を張り、鳥獣を狩ろうとしている人を見かけた際に、それでは鳥獣を狩り尽くしてしまう、と、三面の網を取り除いて一面だけにして、どうしても捕まりたい鳥獣だけ、網にかかれ、と言ったという。そして動物にまで及ぶその徳を知って、天下の諸侯は東王を慕ったのだというのだぜ。だから東王の絵に動物がいるのね。また東王は院という明細書を用いて、良い政治を行ったともされる。この院もまた甲骨文における祭祀対象となっており、しかも、なんと、院王室の祭祀の中で、祖先以外で頻繁に祀られている、異例中の異例の人物なのだぜ。はい？すっごい、院も実在した人物だった上に院王朝でも、とっても重要な人物だったのねー。そう、史書プラス考古学的資料にも存在が記録されている、という点では、あの太公望より実在した可能性が高いとも言えるのだぜ。さて、委員の補佐を受けた東王は、諸侯の一人今後氏が反乱を起こすと、これを平定し、そのまま諸侯を引き連れてかの決王を打ったという。というのが、史書におけるかと院の王朝交代ね。そう、また真の呂不韋が食客を集めて編纂した、吉春秋には、蚊を滅ぼした後、院では5年も日照りが続いたので、とうとう東王自らが生贄となる覚悟で雨乞いをし、そうしてようやく雨が降った、
といった話も記録されている。吉春秋自体はそれほど古い書物ではないが、この話からは、東欧のシャーマン的要素、陰の呪術的な側面が感じられる話になっていて、興味深いのだぜ。神権政治の陰王朝の様子が断片的に伝わっていたのかもね。さて、陰王朝を開いた東欧が崩御すると、式では、創生した大使大帝に代わり、二代目外兵、三代目中人と、治世数年で没する王が続き、四代目に大公が立った。甲骨文の記録では大公、三代目の王とされる彼は、即位したものの、東欧のような良い政治を行うことができず、政治を乱してしまった。そこで東欧以来、王の補佐をしていた陰は、大公を東欧の墓のある東の地に放逐したという。はぁ、家臣が王を追い出しちゃったの？そう、陰はそこから3年、摂政として王に代わって政治を取り仕切り、大公は東の地で悔い改めて反省し、人間的に成長を遂げたのだった。その後、陰は大公のその成長を確認して彼を都伯に呼び戻し、再び陰王朝の王として君臨させたのだった。そして心を入れ替えた大公は、東欧のような恩徳のある政治を行い、諸侯は皆大公に敬服するようになった。めでたしめでたし。こやめでてぇな。そして大公を迎えた陰は再び臣下に戻り、大公の子、翼帝の代まで仕えて世を去ったという。心を入れ替えた王様大公と忠臣陰、いい話ねえ。だが、式や孟子にあるこの話はこちらの史書、畜生記念だ。畜生記念には全く異なる内容が記されていたのだぜ。そこには、陰は大公を東の地に放逐して、自ら立って王となった。それから7年、大公は密かに東の地を抜け出して陰を殺した、とあった。いい話だったのにただの権力闘争になってる。このような正反対の内容を、どのように理解したらいいだろう。わからんわ。まあ、このあたりは書画も対との違いと解釈しておこう。式、申し、では主君が道を誤った時、家臣が力技で何とかしてしまっても、その誤りを正したのならオッケーであるとされ、畜生記念では臣下が王に歯向かうことなど許されない、としている。このように同じ事件に対して違う結末が記されたことは、それぞれの書の思想が異なっているのだと考えるのだぜ。記述が正しいとか正しくないとかの世界じゃないのね。それはそうとして、この最古の最小陰という人物については、この他にも話しておきたいことがある。この陰前期、二里後期の陰の地図をご覧いただきたい。この時期の陰の都とされる定州商業、白と同時期に存在した。こちらの陰氏商業についての取り扱いと陰との関連性だ。1983年に見つかったこちらの遺跡は、二里島遺跡から東にわずか 6km と、非常に近くに設置されていたことから、二里島王朝に対して陰王朝が築いた、前線基地、あるいは二里島の移民の監視やその文化を取り込むための、拠点、また規模も大きいことから陰王朝の副都だったのではないか、とも考えられている途上なのだぜ。諸説多すぎー、定州商業ではなく、こちらが都伯であるとする考えもあるからなぁ。まあ諸説あるけれど、複合的な、例えば軍事拠点で副都だった、みたいな考え方もできるしねぇ。考察の幅があって興味深いわねぇ。それで、この陰氏商業と陰がどのように関わっているのかしら。陰氏商業というのは、この落雅と伊賀の合流点にある拠点で、その地は陰氏商業遺跡が発見される前から、陰の墓の所在地であると、伝えられていた地だった。また陰の名は、この伊賀に由来しているとも考えられており、陰氏商業の見つかった地がそもそも陰ゆかりの地だったのだぜ。となるとこの陰氏商業こそ陰の城、青州の州高端が、青州が成立した後に、福と落遊、落葉、青州、を建設したように、陰も伊賀流域の陰氏商業の建設に携わっていたか、あるいは、上司の主張としてその城の指揮を取っていたとも考えられるのだぜ。なるほど、二里島王朝の抑えに陰を配置したっていうのは、あるかもあるかも。さて、東欧、陰、大公の時代からしばらくは陰王朝の勃興期で、陰王朝に先行する王朝、二里島王朝、夏王朝を破り、定州商業や陰氏商業を中心に勢力を拡大させ、万有城をはじめとする陰の植民土地を各地に築いていったのだろう。だが、この陰王朝の全盛期がどのように、そしていつまで続いたのかは、よくわからないのだぜ。
知紀では9代目の王太母の時、甲骨文では太母で7代目、伊尹の恋曲を用いて、仙台陽気、甲骨文では太母の時代の時に衰えた、伊尹王朝を立て直したというが、この辺りから前期伊尹王朝に、暗雲が立ち込めてきており、10代目中帝、甲骨文では9代目の時、ついに東欧以来の陰の都、白、帝州省城から遷都することとなった。この中帝の時、一体何が原因で遷都することとなったのか。この時のことは史書にすら明確にその理由が記されておらず、全くの謎だが、ここから陰王朝は、隠居に都を置いた王朝後期、安陽期に至るまで、頻繁に遷都を繰り返すこととなったのだぜ。遷都しすぎー。これは尋常な事態ではないわね。そう。前線400年前後から始まる陰王朝中期、陰が白を捨てたこの時代から、陰はその歴史上、最も謎の多い時代に突入することとなったのだぜ。式では中帝より以来、嫡を廃して変えて諸帝子を立て、帝子はあるいは、争いて互いに変わり立ち、旧姓に及んで乱れ、ここにおいて諸侯の長する者なし、と、陰王の後継の座をめぐって内紛が発生し、陰王朝に従っていた勢力も、離反してしまった、と伝えているのだぜ。そんな混乱した状況の中で、万有城や遠曲などの各地の陰の植民都市が、廃絶されていったのね。そう、陰中期の謎の動乱の中で、陰王朝の全盛期は、終わっていったのだぜ。栄光の陰王朝が、さて、先ほども言った通り、このように謎の多い陰中期への突入のきっかけは、史書では確かに謎なのだが、放棄された帝州省城の遺跡にはわずかながら、遷都の理由を推測する手がかりが残っている。それは帝州省城城外の、古井戸などのごく限られた場所に、青銅器が多数集められて、埋められていたことだ。これはすなわち、当時非常に重い王室の青銅祭器を、急いで隠さなければならない事態が発生していた、ということであり、それが隠されたまま忘れ去られたということは、帝州省城から去った人々が、しばらくこの地に戻ってくることができなかった、ということを意味しているのだ。帝州省城の放棄については、式の先ほど紹介した記述に則った、内紛説もあるのだが、急いで祭祀に用いる青銅器を隠し、しかも、それが回収されないままだったということを考えると、むしろ外敵の襲来説の方が、ありそうな気もするが、いかがだろうか。確かに内紛なら勝者が青銅の祭器を回収しそうな気もするけど。さて陰中期、前線400年代から前線300年代のおおよそ100年間の混乱の時代は、史書に記された戦闘を追うことくらいしかできないので、最後にざっとそのあたりのことを話していこう。まず10代目中帝の時に豪二戦と、12代目加丹公、戦公の時に総二戦と、13代目祖逸の時に公、公、また比二戦と、そして築書記念によると17代目南公の時に縁二戦とした。そして現在に至るまで、これらの都を求めて発掘調査が行われてきたが、未だにこれら陰中期の都と思われる遺跡は、一つも見つかっていないのだぜ。謎。このように、まこと謎だらけの陰の中期だが1999年、ようやく、隠居の北側に陰北省城という、前期、帝州期、よりは新しく、後期、隠居期、よりは古い時期の土器のある遺跡が見つかったのだぜ。やった。また甲骨文字は刻まれていないながら、牧骨も出土しているし、さらに一辺2キロメートル以上もの長大な城壁も見つかり、かなり規模の大きな、王城と見られる痕跡も見つかったのだ。やったー。ついに中期のどれかの都が、しかしこれらは、式、などに記された中期のそれぞれの都と考えるよりも、陰後期の、史書では隠居に遷都したともされる、19代目の王万公から、21代目の王、正悦の時代の都だったのではないかとされる。それは中期の途上なの？実は、史書では隠居に遷都したのは19代目万公とされ、そのため万公から隠居期、隠後期の始まりとされてきたのだが、これまで隠居から出土した10万編ともされる甲骨文字は、そのすべてが万公より3代の地の、22代目武帝以降のものだったのだぜ。そろそろ理解が難しくなってきた。つまり隠後期、隠居期から大甲骨文字時代が始まるんだけど、隠居期なのに甲骨文字を残していない武帝の前の3人の王がいたんだ。それが万公、正悦、正信19から21代だ。
これまではどんなに古くても、甲骨文字は武帝紀を遡れないので、単に武帝の時に甲骨文字が発明された、だけなのだと考えられていたのだが、この煙墨症状が見つかって、どうも王城らしいということがわかると、隠居期にありながら甲骨文字を残さなかった、三人の王は、むしろこちらの途上の時代の王だったのではないか、と、考えられるようになったのだ。ああ、そうすれば隠居期が武帝から始まり、同時に甲骨文字の使用がスタート。っていうすっきりした流れになるのね。そういうこと。ただ、諸説紛紛の陰王朝だ。この遺跡は陰中期の都、そう、だったのではないか、といった説や、隠居が城郭のない都市であることから、こちらの、煙墨症状が隠居とセットになった陰の後期の王都だったのではないか、という説もある。うひゃあ、諸説入り乱れてる？隠居から城郭が見つかっていないことから、隠居は宗教的な都市に過ぎず、王朝の本拠地ではなかった、という説も根強いからな。もう、何が何だかわからなくなってきた。とにかくだな、謎の多い陰王朝の前期、中期だったが、前期は始初にある都、白、とされる定州症状が見つかっており、また二里島王朝、花王朝の都のすぐ近くに築城した大規模な拠点、炎死症状のような重要拠点、福とも見つかっている。これらの力甲骨文によって存在が証明された東王や陰が、王朝交代を成功させ、中国最古の王朝陰を起こしたのだった。その後、前期の陰王朝は拡大を続け、青銅器文化を中国各地に、広げるとともに、城郭を持つ植民都市を各地に設置して、支配領域の拡大と資源の安定的な確保を目指したのだった。しかし王朝成立から200年ほど経過し、陰の中期になると動乱の時代が始まり、都伯の放棄や度重なる戦闘とともに国力は低下していった。この頃、各地にあった植民都市も一斉に廃絶に向かっていった。この陰王朝中期の混乱の時代は、考古学的資料の少ない、謎の多い時代だったのだぜ。しかし陰は滅びなかった。都を移しながら王朝を存続させた陰は、1300年以降、ついに、隠居都とする王朝後期に入ったのだぜ。そしてここに腰を落ち着けた。隠王朝は、中国最初の文字を生み出すこととなるのだぜ。うおう、歴史が始まる。というわけで次回、隠王朝動画後編、ベールを脱ぎ始めた古代呪術王朝、隠王朝の世界観と、600年にわたる中原の支配者の滅亡、インターバル置くかもしれないけど、次回もよろしくぜ。といったところで今回はここまで。公開まで大変お待たせいたしました。有用くださり、誠感謝でございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントも本当にありがとうございます。スーパーサンクスも感謝感激、です。チャンネルメンバーシップ登録も誠にありがとす。最新の限定動画は、こちら、病号と死号、死んだ帝王の呼び名問題、です。文帝や中宗や後期帝、時代によって帝王の呼び方が異なるのはなぜか、といった感じの動画です。まだ見ていない方はぜひどうぞ。ではまた次回、中国史の時間にお会いしましょう。さようなら、くが。続く、次回すぐとは限らない。